はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうも箱マリチャイツゲーです。はい、今日もバトネフな日常ランクマッチシーズン9楽しんでいきましょうってことで、今日はアイキのデュエルガンでもアサルトシュラウドを使っていきます。はい、最近ねよく使ってるんですけど、やっぱいいね、いい機体だ。結構ね、前に出てきたやつの足を止めながら戦ったりするといいんだよね。こっち向いてる？違うか。当たるかよ。サマキ。ごめんよ。パンネルは味方がやったんだね。さあ。硬いぞ俺は。誰かよ。ナイス、いいよ。読めているよ。さあ狙い撃ち、ナイス。さあ使っていこう。よー。オッケー。いいんじゃない、いいんじゃない。さあ、チバっていこう。バッチバッチ。よいしょ。はい、そこ。いただき。1、5、後ろに3、そこ命中。さあ2、これじゃなかったか。1、よっしゃ本気モード。やるかよ。ナイスガード。ブーメラン。さあ次二番機。レールガンはなくなってますね。ミサイル。さあ距離を取りましょう。ナイス。さあ崖上スタンバイ。ナイス、ケイ。ありがとうございました。はい、ということで皆さん、今日ね、デュエルガンダム色が違うの分かりますか？はい、昨日ですね、ちょっとね、暇だったんで、すごいペイントしてたんですよね。そしたらなかなかね、かっこいい色に仕上がりました。なんかね、エビみたい。はい、ということで成績はこんな感じでございます。はい、デュエルガンダムですね、ランクマッチ始まった時一番最初に本当は使おうとは思ってたんですけど、全然活躍できなかったんですよね。その時はビームライフルでメインで戦おうとしてたから多分ダメだったと思うんですけど、今だとやっぱサブでとりあえず敵の動きを止める。はい、敵を1体止めれば
そしたらその間動ける敵は4体しかいないので、まあそのね4体に、そう、まあ敵の数が減るって感じかな。まあ一瞬ですけどね。そうそうそう、そういう戦い方をすればチームのためにもなるし、まあ運が良ければそのレールガン食らわせて止めたところにマルシャで落とせるかもしれませんしまあとりあえずバーストシュートが生きてますね。うん、最初リピアフィールドを使ってたんですけど、うん、やっぱこっちの方が合います。はいということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。